レイノルズ選手の退団、末金選手の離脱、深刻な長打力不足、そして6月終了時点で優勝を狙える首位、これだけの条件が揃うとなかなか動かない球団幹部も新助っ人の補強やトレードを考えそうなものだけれど、新井政権下ではそういった動きはあまり期待できないかもしれない。今の戦力で戦うのが新井流茶妃の。ファンからは補強を求める声と失敗するからいらないという声が入り混じってる状況なんだけど、バンキシャさんの話では新井監督から新戦力を求める要望は全くないそう。エルドレッド中ベースカートは日々アメリカを飛び回り、今でも30人ほどリストアップしているそうなんだけど、監督の要望がなければ球団幹部も無理やり補強することはないだろうし、トレードも考えにくい。新井監督は若手の成長をすごく実感していて、これからも若手の成長で戦力を底上げしていく、戦いながら強くなるを心情に戦っていくみたい。実際矢野選手と二俣選手は両外国人が2軍生活をしている間に出場機会を増やしてる。若手の成長はファンも実感しておるな。夏場に入り投手やベテランのマネジメントが難しくなってくると思うけど、ここは若手の台頭で乗り切ってペナントを制してほしいね。ということで新井監督のお話でした。